はい、ウクライナです。ってこと、今回はね、まあ、女王様休日深海の道で超激ムズをね、やっていきたいと思います。で、一応、まあ、今回のね、まあ、対策としては、一応ね、まあ、ここのボスは、まあ、女王様進化休日の、なんだ、女王様の休日か。まあ、これの、第三進化が、来るかな。もうちょっと多分来ると思うん、あ、来た。一応この OL さん。まあそう、この OL さんが、まあ、ボスなので、まあ一応ね、まあ OL さんだけだったら、まあ特にまあ問題はないと思うんですけど、まあこっからね、後から来る、黒文化と、あと赤のブンブンかな。まああれがちょっとね、まあ、厄介なのかなっていう感じはします。だからとりあえずまあ今回その対策として、一応ネコバランサーと、一応、まあ使うかわかんないんですけど、まあカメラマンの第三進化と、一応ね、カサ地蔵は、黒い、まあ黒文化が来るんで、まあそれの、まあ来ましたね。まあそこのまあ一応ね、まあダメージ要素として、まあ一応カサリゾをね、まあ入れときました。まあそれぐらいかな、一応まあガチャゲンとしては。でまあネコマランサー使っとけば、一応ね、まあまあブンブンまあ2種類来るんで、まあそれの、まあ足止めになるので、まあ意外と、まあそこでね、ネコマランサーだいぶね、まあそういうところは優秀なので、まあこういう時にね、まあうまくね、使っています。一応まあね、まあ赤いね、まあブンブン来る前には少しはね、ダメージ与えておきたいんで、まあもう来ちゃったわ。まあだからまあ、うまい具合にね、まあスピードっていうかまあダメージを早く与えて、で、早く倒して、まあこの OL をね、いかに早く倒せるかっていうのがまあ、まあ OL はまあ別にね、まあ時間かかってもいいんですけど、まあブンブンはね、まあ先にまあ倒しといた方が、まあ後がね、まあ楽なので、まあそこはちょっとね、まあ、まあとりあえず出せる分は頑張っていきたいと思うんですけど、まあちょっとね、まあ、この、まあ、ステージに関してはお財布が厳しいので一応まあまあねまあブンブンだったり、まあ、OL さんとかを倒せればまあ一応ね、まあ、お財布はまあ潤うんですけど、まあ、それまでがねちょっとねだいぶ厳しいのでまあ本当にね、まあ、このステージはねだいぶね、まあ、お財布には厳しいから猫ボンとか使っていくとまあ結構まあ楽なのかな。まあ出せるね、まあ、分も多くなるんでまあだからやっぱりね、まあ、まあね、まあ猫ボンがあれば本当に楽なのかなっていう感じがしますね。で、まあ特にあとは属性にはね、まあ特にあれはないので、だから本当にまあブンブンがまあ赤と黒なので、まあ黒と赤のまあ、その、まあダメージ要素だったり、まああとはまあ、ウーティル的のまあ動きを止めるっていう、まあキャラがいればまあいいのかなっていう感じがします。だからね、まあ、やっぱりね、黒にね、強いね、カサ地蔵はね、やっぱりね、優秀。よし、ここで一応ね、まあ、赤いのは倒せました。まあね、まあ、黒はやっぱりね、ダメージがちょっとね、ダメージっていうか、まあ、HP が高いのかな。まあ、だから結構ね、全然倒れませんね。で、ここでちょっとね、まあ、ね、コミュートがね、まあ、ちょっとやられてね、だいぶね、前線がね、まあ、ちょっとやばいっていう状況だったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、ここでね、まあ、文太ね、黒文太がね、やられてくれたんで、まあ、あとはとりあえず、まあ、OL さんだけをね、まあ、狙っていきたいと思います。まあ、とりあえずそうですね。まあ、OL さんだけになれば、まあ、あとは本当にもうお財布を貯めて、まあ、まあ、ムートだったり、まあ、ウルルンを出して、まあ、本当にもう叩いていければ、まあ、大丈夫かな。まあ、1体でも倒れれば、もう、あとは残り本当にもう、まあ、もうちょっとで倒せるぐらいなので、まあ、そしたらガンガン、まあ、攻めちゃえばいいかなっていう感じがします。まあちょっとね、まあまあ OL の体数がちょっとね、まあ微妙、3体かな ?3 体ぐらいいるんかなと、まあ微妙にね、体数もいて、まあ攻撃もね、まあそれに回数多いんで、結構壁がすぐね、溶けちゃうんで、まあ結構早めに出せればね、いいかな。よし、まあここでとりあえず、まあムートをね、まあ出しといて、まあここでね、多分ね、まあまあ、OL をもう本当に、まあ、この2体で、まあ、叩いていって、で、壁を出していければ、多分いけるんじゃないかなっていう感じはするよね。まあ、一応ここにロボがいたからね。まあ、それはまあ、別にそこまでは苦じゃないかな。うん。まあ、あとはもう本当に、まあ、ここら辺はね、まあ、叩いていくだけなんで、大丈夫だと思います。はい。一応ね、まあ、1体は、まあ、ノックバックしたんで、まあ、もうちょっとで、まあ、終わるかなっていうぐらいかな。まあ、1体でも倒れれば、まあ、一応、まあ、残りもね、もうちょっとで、まあ、やられるぐらいの計算になると思うんで、まあ、とりあえず、まあ、めげずに根気よくね、やっていきましょう。まあ、あとはね、まあ、こういった財布に厳しいステージだったら、まあ、ニャンピューとかがあると、まあ、一応ね、
まあタップせずにね済むからね、まあそこはちょっと楽なのかな。もう本当に壁をねいかに出すかっていうステージだとね、結構ねもうタップするのがめんどくさいんでね、そこがちょっと大変です。おいいねいいね、2体もノックバックしたね。まあね、まあ、このキャラの第3進化使うか使わないかっていうのもねなかなか微妙なところなんですけど、まあ一応ね、まあコレクションとしてはまあやってみてもいいんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、まあね、あとねムーと第3進化で言ったら即解けましたねやっぱり、まあ、こういうところは第2進化がやっぱりね優秀かなっていう感じがします。はい、なんかちょっと待ってあ、変身のやつが最近ほんと通知オフにするのは忘れちゃうからね、そういう癖はやっぱりねなんかなんとかしたいけど、あとたまにお休みモードしても通知来るのをなんとかしたいねまあ機内モードにしちゃえばいいって話かな。まあ、そうこうしてる間にもまだね大江さんはやられないっていう感じかな。ほんと HP は高いよね。お、よし、1体は倒せました。でここでね、まあ、ウルル2体目ですね。まあ、ここまで来れば多分あんたはもう、よし、オッケーオッケーオッケー、2体目も終わって、あと1体だけかな。まあ、1体だけになればもうね、もう本当に終わり。よし、オッケー終わり。はい、あとはもう城攻めるだけですね。まあ、終わる頃にはもうね、まあ、2体2体で、まあ、あとは城攻めるぐらいなのでね。はい。まあ、あとは本当にもう城攻めるだけなんで、大丈夫だと思います。はい。まあもう出撃できないんで、もうねこのまま放置です。まあそうだね、まあ特にはもうないよね。あとはまあブンブンの対策ができてれば、まあこのステージにはまあ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 問題はないんじゃないかな。はい、終わりました。はい、まあてな感じでね、まあ今回は女王様休日進化の道の超激ムズをね、まあ今回やってみたんですけど、まあ一応ね、まあブンブンのまあ対策をしていればまあなんとかね、まあ勝てるかな。だからまあやっぱりね、まあ猫バランサーとかがいるとだいぶね、まあ優秀っていうか、まあ、まあこのステージだったらまあサクサククリアできるんじゃないかなっていう感じはします。ってことで今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ってことで、バイバイ。